50コインさんなんかちっちゃくない？どういうことなんだろう。50コインのサイズなんか変わんないだろうよ。まあちょっと見てみましょう。うん、50コインがちっちゃい、なんだ。さあ、はい、おこんなことなるんだうわこれやばそう。初心者向けって言ってるけど時間がとてもギリギリです。 0.8%。 本当はベストタイムが 39.861 じゃん。なんで35秒にしたんだろうね。40秒じゃないんかな。ジャンプ台持ったのはゴールか。あ、まずは待ちだね。じゃあ5秒のタイミングでバネに当たってゴー。オッケー。さあ、まあ初心者向けって書いてあるから多分ギミックがそんな難しい。あー、ここで投げちゃダメだった。で、あー、これこれね。多分難しいギミックがあるとかっていうよりは本当に、あー、そこは違うのね。まあ先まで行っとこう。まあダメなんだろうけど、これは。あー、はいはい、ドア入ったらオンオフラッシュ。あ、これは逆方向でジャンプもできないんか。これ初見殺しだね。覚えておいていい情報。はい、うーん、この辺ん、あー、それ運ゲーじゃね。ちょっとあっこのクッパ軍団いるところかな。ちょっと運ゲーだよね。3回やったら次は、はい、下連続でいいと。で、オンオフだよね。はいはいはい、最初のちょっとは短くできる。で、右、これ、あー、いけるか。どうわ、初見、右、よし、いいぞ、いいぞ、バネ当たって左行って、ちょっと、あー、音が聞こえないのが、怖い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 、ん？え？あー、スターか、そこで。あー、そうだよ、それもあるじゃん。あー、ほら、もう、ここ、運ゲー、ここ、マジ運ゲー。さあ、間に合った。で、ジャンプ台はどこ？見にくい、見にくい、見にくい。ジャンプ台持って、はい、あー、嘘だー。ここまで持ってたらいいよ。で、バネ当たって、いや、マジか。正直、これで無理ならもう無理かもわからんわ。3、2、1、ぜ、うわー、マジで？それクリアしてないの？いやー、遅いんだろうな。うわ、いた、いた、びっくりした。マジか。なんかさっき前回の方が自信あったけどな。いけたわ。あ、びっくりした。普通にびっくりした。ちょっと諦めかけてた。うわ、ギリギリ。ちょっとでも短縮できるんだね、これ。これ何なんだろう。どうするの。プレイヤーネームどうしたの。31分の0。さあ、世界初クリアになるでしょうか。なんかボックスいっぱい叩いたらスーパーマリオのままゴールか。どっかに何かが隠れてる。あ、30秒しかないんだ。これ右行くと、ん？隠しがある、この辺からは。まあ、とりあえず右突っ込んでみて、ん？どっかのブロックにキノコが入ってる。でもない。あ、中入っちゃったよ。うわー、やばそう。これやばいわ。こっちではないのかな。あー、これちょっとやばいな。いや、クリアしてみせよう。まあ多分序盤ではないんだろうけどね。うわ、あったあったあった、やったあったあった、急げ急げ、やったあった。おーっと、
間に合うかな今回で。うわいけるかな、あったあったあったわこれうわ間に合うかな、ちょっと探してたからな。オッケーゴールやって、これはただただ根気がいる。うわリフトアスレチック、これむずそう、結構苦手なんですよね。まあでもクリア率はなんとか 5% あるんだ。ディフィカリティは星5つのうち4っぽいんで、まあ結構難しいんじゃないかと思いますけど、リフトアスレチックやってまいりましょう。さあまずは平和的に、あーキノコ欲しかったな、そっち緑のキノコじゃなくてね赤いキノコが欲しかったんだけどね。さあはい、うんいいよいいよ。うわ怖い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 、おお入れた、よっしゃ、おおやった一発で中間いけたわ。はーい、はいはいはい、またはい、オッケーオッケーオッケー、あ意外、おお30分、ここは中間ではないのか、一発クリアあるねこれ。はいはい、ああ、さあ2発クリアを目指したい。はい、でちょっと下がってからオッケー、ドア入って第2週間だね、50コイン。さあ2発クリアなるか、細い道が細い、あーダメだった、あーちょっとっと、はいはい、オッケー来た来た来た、オッケー3発クリアなるか、これでゴールかな、まだあるかな、うひょい、これでクリアっぽいな。まあまあ3回なら十分。んオンオフは、あーはい、オッケー、ありがとうございます。うわ100秒スピラン長えな、ちょっとやってみよう。とりあえず 3% とかだったね。じゃあロングスピードラン100秒、100秒か、100秒間集中力キープするってまあえぐいよね。コインを信じていけば大体はいける感じになってんのかな。ではい、これ当たって当たって、これはあー投げるだね、はい、いいよ今んとこ踏めてるよ。これもうん、あーダメしか、えあー、うわわけわかんねえな、結構難しい。なんかちょいちょいその騙しギミック入るからさ、でこれ投げて、これ飛んでいいんだよね。でなんだっけ、ここで死んだんだ、違うわこの先だ、ここは走ってってよくて、これも走ってったら中間、あやった中間もらえるんだ、やったやった、よしこれでなんとか中間。これは左右に振られる、でも中にも変な音せんかった、ん、でも正直一面の方が敵が多すぎてごちゃごちゃして見にくかったから、こっちの方がやりやすそうな気はするけど。さあ柿も踏んで、あっ当たった、のこのこね、こう滑って、はい飛んで、うわコインがうまいこと配置されとるな、またこれ、上行って、これこっち行って、うわー慌ただしい、忙しいコースだなほんと。ほんで、あーこれ飛んで下下がって上飛んで、どこ、おっとっと、あー先が見えない、うわあでもそうか、1面と合わせて100秒だから多少の詰まりは大丈夫だね多分。でここは飛んでいって、はい飛んで、うわーうわ喋ってる余裕ねえわこれ、はーい下がる、おっとオッケー、でおおいけたいけた、よしよしよし、クリアかなこれで、これでクリア、あまだあるんだ。さあではん、あずっと行っていいってこと、あすごいわこれ、進んできたコースを、いやすごい天才かよ、なんだよこれ、はあすごい、そうなってたんだ、あーそれでゴールと、すげえ天才が作ってんなこれ、ほんと何人天才いるんだよマリオメーカーの世界。